アフマドチャラビーアフマドチャラビーは、イラクの政治家。アフマドチャラビーとも表記される。イラク国民会議代表、イラク戦争後に、イラク統治評議会議長やイラク副首相を務めた。16歳で、マサチューセッツ工科大学のホイットフィールドディフィーに、指示、非常に成績優秀で振動の誉れが高く、シカゴ大学大学院で数学を学び、1969年博士号を取得。 シーア派のメーカー出身でサッタームフセイン政権時代は国外に亡命していた。ネオコンとのつながりがあり、同じく MIT に通っていた亡命イーラク人で、元トロツキストのカナンマキアとは名誉になる。戦争前にイラク国内の大量破壊兵器に関する情報を提供していたが、不正確な情報だったため、アメリカ国防総省から見切りをつけられて、 イラク暫定政権のメンバーから漏れた。サターム政権崩壊後、ドナルド・ラムズフェルド国防長官、ポール・ウォルホウィッツ同副長官、ダグラス・ファイス同次官はチャラビーをイラク新政権の主犯に任命しようと画策していたが、最終的に失敗した。2005年に行われた政権議会選挙ではチャラビー率いるイラク国民会議はシーア派政党連合。 統一イラク同盟に合流。これによりシーア派主導のイラク移行政府では副首相に就任した。5年12月に行われた国民議会選挙では統一イラク同盟を脱退し、自ら国民会議連合という政党連合を結成して、選挙戦に臨んだが一議席も獲得できず惨敗した。バース党の政治復帰には断固反対の立場であり、2010年に 行われた国民議会選挙では選挙資格を判断する正義と責任追求委員会を使って元バース党員や旧政権とつながりがあるとみられる候補者の立候補資格を次々と剥奪し当選者も同様の理由で当選無効としたこのためすんな政党やバース党の政治参加に前向きな勢力から非難された2015年11月3日死去 イラク政府発表、ありがとうございます。